ポッキープレイタイム。あ、いや、ポピーか。皆さんこんばんは。今回はね、海外で今すごい話題になっているポッピープレイタイムっていうホラーゲームやっていこうと思うんだけど、このホラーゲームはね、この後ろに書いてある工場、おもちゃ工場らしいんだけど、ここが舞台のホラーゲームらしくて、で、このね、廃工場の中を探検することによって、なんかね、謎がどんどんと明らかになっていくのかな、ということで、めちゃめちゃ英語のゲームなんでまあ日本語化対応を待ちつつやってこうと思います。早速プレイ。怖っ。こいつが何、そのおもちゃなのかな。ここで作られてた、これがポッピーだったりするのかな。チャプター1ニューゲームやっていきます。お、うわー、なんか VHS みたいな、怖いな。工場長かな。めちゃめちゃ喋ってんな。あー、なんかおもちゃの説明だね、ポピーっていう。全然わかんない。うわ、なんか知ってそうだね、今の会長。お、え、これなの？え、さっきのあのさっきのあの青いやつは何なの？あ、喋るおもちゃなんだ、ポピーっていうのは。あ、歩いたりもすんの？歩いたりするわけじゃなさそう。靴を磨いてあげるおもちゃなのかな。あー、髪の毛も研いであげて。ポピーフラワー、ほー、ポピープレイタイム。あ、やっぱこれなんだ。すごいな。 CM これ作ったのかな、このゲームのために。すごいね。あ、ファクトリーツアー、工場見学もできるんだ。あー、やっぱりここなんだ、タイトル画面の。なんだ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 、あの花のマーク、なんか意味深な花のマーク映ってるな。ポピープレイタイム、あそこに向かう感じなのかな。うわ、めっちゃ面白そう。はい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 、ファインドザフラワーって書いてあるから、花を見つけろと。やっぱあの花関係あんだね、なんか。へえ、とにかくどうやって始まるんだ。ん、何も反応しない。おっと、あの青いさあの青いやつは何だったの、あのおもちゃは。あ、着いた。ウェルカム。あ、動ける、もう。うわ、すげえ。工場の中、ギフトショップ。あ、ちゃんと工場の中にギフトショップもあって、ちゃんとお金稼ごうとしてんだ工場見学の帰りに買っててみたいな。あ、こいついるね、さっきの。ウェルカムって言ってる。なんかこの工場ってか、この会社自体のマスコットだったりするのかな。なんか手のマークあんな。でも結構荒れてんね。荒れてるけど、なんかホラーゲームっぽくない。 VHS があるけど、パソコンとかは使えない。なんで俺はここに来たんだろうね。てか、あ、なんかこれさ、 VHS さ、あ、取れた。タブでアイテム、え、違う、え、あ、アイテム見れんのか、こっから。アイテム、あー、すごい。これさ、使えんじゃないの、ここで。これアイテムを、あ、使えない。あ、あ、入った入った。お、で、プレイ押すのかな。お、なんか喋ってる。うわ、懐かしいな、この黄色白赤のこの線、三色線。なんかめっちゃ喋ってんな。でも工場見学の何かなんだろうな。すげえ喋ってる。せめてちょっと字幕欲しいよね字幕ないとさすがにきついな。こっちはいける。オープンドア、あ、E ボタンで開けれる。ちょっと待ってよ、走ることもできそう。うんうんうん、なんかセキュリティシステムとか言ってたな。てか出ることはできるのか、これ。開かないんだ、開きはしないんだ。そこに疑問持って、主人公。セキュリティって書いてあるね。あー、なんか怖そうな。これは持つことはできないっぽい。
なんだこれ。あ、なんだこれ。謎解きか？謎解きっぽいね。プレイタイムって書いてある。でも、あ、わかんない。開かないんだ。ちょっと待ってよ。別に何かができるわけじゃないか、ここで。オッケー。じゃあこれでここの鍵を開けるために何か見に行くのかな。これ何が映ってんの、あと気になるね。割れてるしな。これ人形が逃げ出してたんじゃないの、こっから。怪しいよねこれね。どうもー。あ、なんか動いてる。どういうこと、なんで動いてんの。ギフトショップ。まあでも普通だな。あー、でもなんか逃げ出してんのか持ってかれたのかわかんない。どっちなんだろう。おもちゃが動き出すのかな、この工場では。おいおい、血か、血がついてんのか。おお、ちゃんと動く。アイテムもめっちゃ荒れてんだけど、何があったんだここで一体。やっぱおもちゃが動き出してるパターンだろうな、きっと。え、これだけ、これだけ。あれのヒントがなんかあるはずだけど。あー、列車かなこれ。緑ピンク黄色赤、緑ピンク黄色赤なんじゃないのこれ、列車だから。もしかしたらあれに繋がってんじゃないの。だとしたらこれは何、工場見学の時にもこう、これをなんか、でもスタッフオンリーって書いてあるな。ってことはあれなのか、別にスタッフが あの忘れた時にあれで確認できるようにか。緑ピンク黄色赤だっけ。あー、じゃあいたー、正解だったっぽい。やったぜ。監視カメラ多すぎるだろ。おもちゃ工場にしては多すぎるだろ、監視カメラ。なんか嫌な予感がしますね。なんだこの装置は一体。あ、VHS ある。アイテム取れた。とりあえず見ればいいのか。おい、なんだ、お、びっくりした。プレイタイム。あ、これじゃない、グラブパック。何これ。そういうこと、そういう装置なの。何よこれ。じゃんけん絶対パー出せますよこれ。もしかしてチョキ出されたら負けるだろう。すげえ、ルフィだ。何これ、何これ。あー、持ってこれんだ。はいはいはい。で、アイテムを持ってくることもできる。おいおい、怖い怖い。顔取れて血出てる。あれ血出す必要ないだろ別に、このデモ版では。あ、すごい、なんか電気を取ることもできるみたいな。サンキューじゃないんだよな。これまさか使うのか、俺が。プレイタイム。なるほどね、それだけか。ん、あー、いた。すごいな、凝ってる、クオリティ高いね。え、あー、できた。みんなこれで、これでハイタッチが遠くの人ともできるようになったね。今のご時世ぴったしだ、これは。この装置流行る方がいいわ。あれ、赤色の手は、え、赤色の右側の手がないんだけど、なんだこれ。なんかまだ未完成なのかな。あ、待てよ、さっき見つけたよね、あそこに当てるんでしょ絶対。いくよ。違う、そこじゃない、そこじゃないな絶対に。そこ、おい、アイテムこうやって持つこともできんのね。うん、こうやって持つこともできる。でもそこじゃないね絶対に。こっからだね、いくよ。来た、お、なんかたまってる。お、開いたっぽい、開いたぞ。あ、これもういけたこのまま。あ、いけた普通に。なんだ、え、何があったんだ一体ここで。なんかちょっと闇深いよね。あ、顔がバラバラになってる。みんなお土産、ちょ、あ、やべ、俺のお土産が、お土産、俺のお土産、これ持って帰りたいけど無理か。くそ、無理だ、持つことはできないわ、アイテムをずっと。あいつがいる。 Welcome to、 こいつなんかヤバそうだよね。こいつハイタッチする。関係ないか。あれ、なんかハイタッチしようとしたらちょっとずれる。うわ、なんか難しいな、触れないこいつには。1984年から、うーん、あ、これ赤色も必要なんじゃないの。そのパターンだよね絶対、赤色の手が足りないわ。へえ、これどこであんだろう。あ、ここ開けれんのか。
お、電気がビリーといってパワー開いたのか。開かない。ん？パワー、え、青色そのままだもんね。これパワーが足りないのかな。どういうことこれ繋がってるよね。でもね、ん？なんかあのさっき見た感じでさ、赤色と青色の手があったらあれかな、2つのさ手を使って電気を送ることができたりするのかな。全部開かない。でもここなんか明かりついてるもんね。なんかありそうだけどな。来ないんだ。え、なんで開かないんだろう。ちょっと待って待って、俺赤色の手がやっぱ足りないんだな圧倒的に。あ、中に入ってる。怖い。なんかちょっと目がすげえ怖え。あと血みたいなのついてるしな、たまに。おい、お前俺の手くれないか、赤色の方の手。なんか鍵持ってない？あー、鍵ゲットした。鍵持ってた、三角の鍵。なんだ、びっくりした。急に音大きくなった、怖いわ。急に音量が、急にサウンドが大きくなった、怖いわ。これ怖いの一番怖い、怪奇現象すぎるって。三角の鍵、ここじゃない。勝手に使われるわけだもんね。ここでもない、ここかな。あ、でもここっぽいな、だって三角だもんね上が。開いたわ。スタッフオンリー入っちゃいます。スタッフオンリーなんて関係ない。うわ、急に怖え。おい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 、なんだこれ、血じゃないか、これ血だよな絶対に。反乱起こしたのかな、もしかしたら。おもちゃが、おい、もう一個の手ねえか。こんなスタッフルームの方にさ、こんなポスター貼ってあんのおかしくね。そんなこともないのかな、意外と貼ってあるもんか。なんだ、あ、いた。なんだこれ。あー、これあのさっきのやつじゃん。でもこれ両手ないときついよね、もう一個には無理だよね。これ一回やってみる。え、これ効果あんのかな、これもう一個使ってさ。あ、電気つか、あ、これでいいのか。もう一個使ってさ、手をさ、手の間にこう電気を通すかなと思ったけど、これどうだ。あ、来たっぽい。あ、いいんだ、片手でもいいんだ。よし、いけたっぽいぞ。なんかこことか開かないのかな、開かないっぽい。うわー、なんかでも好きだなちょっとこの感じ。なんて言うんだろう、このなんていうの、おもちゃ、もうおもちゃ工場の裏側感好きだな。やっぱこういうね、裏側ちょっと見えないところはこういうね、メカメカしい感じが好きだよね。別に何もできないわ。早めに壊しておいた方がいいんだけどな、ああいうのは。ああいう監視カメラは誰に見られてるか分かんないからな。これで、あ、復活してる。はい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 、あ、なるほどね、こっからパワーをもらって開くと。へえ、メイクはフレンド、友達を作れ。うるさい。お、今なんかいたよね、今なんかいたぞ。トゥーヘルって書いてない？地獄？階段は地獄？おい待てよ、嫌な感すんな。ちょっとでもなんか裏道を探す。怖えから行きたくねえよ。おい、やべ、待って、やべ、あぶねえ。裏道探してたら詰むとこだった。関係ないんだよね。よし、行ってみるか。ちょっと怖いけどね。うおー、あ、まあこれシンプル、シンプル脅かしだね。小学校2年生の頃にもうそれは克服した、その蒸気ビシャーは。昔謎解きゲームみたいなのをさ、子供の頃やったことがあって、その時にもうそういうのはね、学んだね。ああいう蒸気ブシャーはあんま怖くないってこと。うわー、なんか顔が取れたりすんだよね、おもちゃたちが。あ、またこれ VHS 見るパターンだ。これ取れてる、レバーが、レバーが、取っ手が黄色、黄色の VHS、 こっちか。なんか BGM 怖いね。うわー、なんか上に行けみたいなマークあるけど、マークってか上に行けみたいなポスターあるけど、上はやばいんじゃないか。01、なんだこれ。思った。あ、なんか取ったぞ。なんだこれ、何取ったんだ今。今何取ったのこれ、バッテリーか、バッテリーなんか使えたりする。なんかガチャガチャ言ってるけどさ、これ降りていいのかな。降りてみる一回。おー、すごい。あ、ここ開きそうじゃない。
おお、力つえ。でもさ、これっておかしいよね。普通の人間だとさ、開けれないってことでしょ。ってことはさ、もっとさ、俺引っ張られるような、おーっとっとってなるよね、絶対前に。ここさっきの場所だよね。でもなんかいたもんな、さっき明らかに姿見えたぞ。ちょっと、あ、なるほど、全部回収すんのかな。で、あそこに全部つけんのかな。あそこにもあるね。全部色がちゃんとあるんだな。よしよし。おいおいおい、怖いって、超怖えって、これ顔が。おい、絶対バチ当たるな今の俺のプレイのせいで。バチ当たるな。ポッキープレイタイムってそういうこと？ポッキーがプレイするとバチ当たるよってこと？もしかして。やられたな、これは。俺がプレイして完成になるってことが。自意識過剰。だいぶ自意識過剰だけど。でも結構集まったんじゃない？でも至るところにね、皆さん、この PP って書いてあんの。これポッキーの P だよね。いやー、だよな。よし、こんなもんか。あ、なんか、ピン球みたいなのがあるよ。え？あ、目玉だったわ。だいぶ違った。卓球のボールかと思ったら、目玉だった。あるあるだよね。うん。一応一回上がってみるか。なんか全部集められてそう。ちょっと上がってみよう。まだ怖いシーンないけど、ちょっと不気味だね。こっから来るんだろうな、怖いシーンが。待てよ。あ、来た！お！よっしゃー！おー、すごい、めちゃめちゃ凝ってんな。あ、待って、あれ赤色の手じゃない？奥にあんの、あれ。これまさか赤色の手を俺は得れるんじゃないか。おお、そんな厳重に保管されてる赤色の手。いや、雑、急に雑。よし、これで赤色の手だ。あはは、来た。どうやって使うんだろう。右、赤色の手は、いや、赤色の手の使い方教えて。あー、来てた。右クリックだ、右クリック、左クリックだ。おお、なるほどね。で、こっちとこっちと。おお、すげえ、この装置面白え。一家に一台欲しいな。今の時代これをつけてたらおしゃれみたいな時代が来そうだよね、今にも。うわ、これもう絶対出てくるわ、ここで。この通気口、あ、絶対出てきますね、わかりますね、僕には。ん、なんだこれ、危険みたいな感じになってんな。あ、これ絶対出てくんな。あ、なんだこれ、ボタン。あ、こっちはいけない、回転するせいで。あ、押した状態でなんかすんのか、違うっぽい。ん、戻ればいいのかな。あれ、これ戻れないんじゃないの。あ、こっちか。うわ、怪しい。あー、なんか電気送るんだよね、こっちに。これめちゃめちゃ怖くない、ここ。絶対なんか来るよ。あー、そのパターンだね。あー、はいはいはい。これからこれを通して、で、ここじゃない？あ、来た、動き出した。あ、なんだ、お、大丈夫か、このベルトコンベア。うわー、なんかちょっと面白えな、世界観が。うわー、でも絶対これ襲われるな、あいつに、あの青いやつに。ここだろ、絶対登場するポイント。あ、やばい、やばいかも。なんだ、あ、やばいかもしれないね、これね。おもちゃ廃棄場みたいな感じになってない？動けない、でも。あ、いや、一応動けない。いや、これ多分おもちゃ廃棄場だな、多分。これ、俺もこのまま廃棄されるんじゃないか？違ったっぽい。なんか割れてんね、ここ。おい、怖いって。なんかここはでもおもちゃ廃棄されてるっぽいね。はいはい。そしておもちゃの逆襲が始まるってわけか。なるほどね。パワーが足りない。なるほど。これなんだ、この装置。またこっちから中入ってくっぽいけど、 BGM 怖いな。電気が足りないっぽい。上だな、これ多分。上がれる？上がれそう。上がってみよう、一回。なんかいそうだもんね、こことか。よく見たらメーカーフレンドって書いてあるけど。あー、逆か、作る場所か。あ、あれかな、今までの再利用ってことなのかな。あ、ピンク色。あ、そういえば黄色の VHS 見てないの、まだ。なんだこれ。あー、なるほどね。すげえ、こういう使い方もできんのか。あー、電気もらえた。一応持っていくか。どっかで使うかもしれないからね。ここに電気をビリビリ。これどこまで伸びんの。あ、やばいやばい。ちょっと待って。
やばいやばいやばい、おい赤い手、お前の家にかかってるからな、俺死ぬからな、赤い手がなくなったら。ちょっとこれは上に上がることはできないか。あー伸びちゃった、伸びきっちゃった。大丈夫？あ、びっくりした、一瞬死にかけたな。くそ、あれショートカットしなきゃいけなかったのかな、もしかしたら。これ再利用されてるってことだよね。サビかな、血かな、サビでしょうきっと。待てよ、ここ大丈夫、ここ行って、これ待てよ、先にさこれ持ってくるか。違う、外した。これをこっちで、こっち行くでしょ、ここ行ける、多分ここに繋げればいいんだよね。一回繋げてみるか、多分うまいこと使えってことだろう。右から取ります、こうでしょ、ここ借りて、あー OKOK、 いいよ。で待てよ、ここに来て急に下手、あこれ絶対逆の手だったな、赤の手で赤の手でやるべきだった。いや一緒なんだよな、今一周回ったけど、やばい、あつかない、なんでつかないのねえ、なんでつかないのちょっと待って、ダメだこれ、青の手だな、多分あるんだろうなそういうのが。青の手で借りる、電気拝借して、でこの状態で来た、あえ、あーあれ両方つけなきゃいけないのかな、じゃあそういうこと、そういうこと。でもだとしてこれ足りるかな、うわ足りないわ、えちょっとこれ謎解き、あーちょっと待てよってなってくると、待てよ、借りるでしょ、うんーこれ両方つけなきゃいけなかった場合、いやここは絶対違うな、こっち行ってからこうで、えでもどう頑張っても無理じゃない、 こっち通るか、こっち通って、いやこれ、いやさすがに伸びねえな、さすがに俺の手もここまでだ、あ来たんじゃない、こうやってこうだ、はい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 、先にやってから呼ぶんだ、で来たー、うわーちょっと面白いなこの謎解き、これあれなんだね、これを動かすことによってってことか、でこれこのまま落ちたら死にそうだけど、俺は挑戦してみるよ、俺は挑戦してみるよ、こっからね、うん絶対足折れたね、大丈夫かな、 OK パワーオン、押してみよう、ん押してみよう、よし、ん、おーびっくりした、あ動き出した、すげえ、わ子供喜ぶな、こういう目が動くのとか子供喜ぶな絶対、んででなんだ、何が変わったの、何が変わったんですか、こっちが開くかなって思ってたけど違うっぽい、ん待てよ、何が変わったの、何も起きてない今のところ、ここ開くんじゃないの、開かない、でベルトコンベア動いてるっぽいの、あーこのレバーか、はい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 、流れてった、え一応全部流す、なんだこれ、なんか作んのか、人形を作れってことか、あでここに置けってことかな、あっぽいね、ここにおもちゃ置けって書いてあんな、なんか音しなくなったけど大丈夫、これちゃんと起動してる、ちゃんと起動してる、これおもちゃ作られてる、あなんだ、なんかエラー音みたいになったけど、エラー音みたいになってるけど大丈夫、大丈夫なんか本当に、あーなんかちゃんと進んでる、え出来上がってんな、でもなんか明らかにもうこれ組み立てたらなんか人形っていうか、なんていうの、ちょっとしたおもちゃになりそうな顔怖いな、あなるほどプレス機でん潰してんな、じゃああれじゃないんか完成品は、おい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 、潰したらああなる、すごいこの機械、おなんだそれ、何やってんの、レーザーではないんか、なんか検査してんのかな、
すげえかわいい。この機械すごくない？プレス機みたいなんで潰したことによってなんか完成したぞ。おかしいだろ。これ回収すんのか。さあさあ来ました皆さん。回収できる？オッケー取れた。なるほどね。でそれをここに配置すんのかな。オッケーオッケーだ。どうだ。おい開いた。あ、トゥーヘルのとこか。うわびっくりした。なに、どことどこと、やばい、これ逃げんのか。なに、あいつ来たんだけど。あいつ来たんだけど、なになに、どういうこと。ちょっと待って、めっちゃびっくりした。急風に。待て待て待て。あ、やばい、いる、やばい、いる、やばい、いた、今いた、今いた、今いた、なんかいっぱいいる。やばい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 。うわーマジか、言ってるマジで言ってる。ちょっと待って、こっちか。え、ちょっと待って待って待って、ちょっとめっちゃびっくりした。なに、どうしたらいいの。おい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 、待て待て待て。あ、こっち行けばいいの。追ってきてる。うわーすごい速さ。どっち行けばいいの。どこ行けばいいんだよ一体。来てる来てる来てる。あいつ何、俺何した、あいつに。ちょっと待って、やばい、近い。待って、これ左か。あ、待って、しゃがんで。危ねえ。どこ、こっち、どっちどっち。うわ、しまった。こっち、前から来てる。いや、終わった。あ、またいたいた。危ねえ、マジで怖え。うわ、すげえ、このゲームめっちゃ怖え。やばい、ベルトコンベアが逆向き。行き急げ。危ねえ。あ、着いた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 んか。大丈夫か、落ちたら死ぬよな。それ落とすのか、こっち持ってくとか。はいはい、あー落ちちゃった。へー、てかめちゃめちゃ深い。あの鼻の場所だ。怖かった。めっちゃ追われたんだけど。鼻の場所来た。へー、すげーゲーム。いや怖えわこのホラーゲーム。花の場所来たよ。花を見つけろ。そしてあの意味深な花の場所、俺はここに導かれてる。あ、 VHS な、両手で両手で VHS 取らなくても。あ、ここで見れるっぽい。はい、これはなんか一般家庭にあったような色の。なんだ、何映ってんだこれ。怖かったな。てか、ただのおもちゃ工場じゃないくらい深いんだけど。絶対なんかあるだろここ。なんかすげえ喋ってるわ。とりあえずちょっと、うわ、なんかぶら下がってるし。なんだあれ、言っていいんか本当に。大丈夫なんか。ストップ、ゴーバック、デンジャー、ラン、ノー、行くなと。行くなと言われたら行くしかないんだよ俺は。あれ、え、めっちゃ雰囲気変わる。何ここ、おもちゃ工場だとは思えない内装。何ここ、え、どういうゲームなの。ちょっとこの闇深げ面白いな。なんかオルゴール聞こえるね。社長室とかが近いのかな。社長室だけこういうなんか社長の好みでこうなってるみたいな。違いそうだね。なんだ、子供用のなんかシルバニアファミリーみたいなのあるけど、開かない。動かせられる、持ってないアイテムとして。こえー、これまたあいつに追われるんじゃないかな、直やつに。何体もいそうだったもんね。なんかなんだここ。あれ、ポッピープレイタイムじゃないの。あ、でも開くわこれ。お、やば、目あったね今。開けてしまったのか俺は。あ、なんで開けたのみたいな。うわ、チャプター1終わった。ちょっとこれチャプター2楽しみだ。面白かった。チャプター1だけどめっちゃ満足できるホラーゲームだったな、ポピープレイタイム。ちょっとねこれはまあまだ時間はかかるかもしれないですけど、チャプター2
楽しみにしてます。めっちゃ面白かった。うわいいな、ちょっと闇深そうだし僕の好みですねこれは。ということで皆さんね、おもちゃ工場のね見学は気をつけましょうってことをねこの動画で僕は言いたかったですね。はい、なんかでもちょっと懐かしい感じがした。トイザラスに行きたくなりましたね僕は。ということで、ぜひ皆さんチャプター2をお楽しみに。ということでポッキーでした。ポピーでした。これやめる、もう毎回毎回滑ってる。